大阪西天満の王様のスプーンというお店なんですが、平日の昼間しかやってないというなかなかハードルの高い、スパイスカレー屋さんでございます。この前行った時ちょっと土日だったので空いてなかったので、やっと行けました。行ってまいりました。キャベツの、サラダがまず、やってまいりますが、女性の方ばかりでやられてるんですね。夜なんかやられてるんでしょうかね、主婦なんでしょうか。夜はやられてないようで、でチキンカツの、カツカレーなんですけれども、この薄さがいいんですよね。これぐらいのカツがカレーにはもう僕大好きなんですけど。でね、これ京都岡崎のビーアントっていう古いカレー屋さんがあるんですけども、そのビーアントを思い出したんですよね。こうサクッと食べられるカレーといいますかね。でそこもすごい薄い、カツなんですよ。これ多分、いやどうなんでしょうか、そこの影響を受けておられるのか何なのか。いやいや、なんかそんな気がするんですけど、いや、美味しかったですね。僕、これもあっさりとしたカレーなんですけど、大好きでございました。場所はこの辺でございます。またね、ちょっとこの辺、昼間に歩いたら行ってきたいと思います。こんなカツカレー屋さん、カツカレー茶は、こんなカレー屋さん、僕もできたらいいなと思うんですが、まあ、縁町はちょっと、だいぶ、京都の縁町はだいぶカレー屋さんが増えましたので、ちょっとあれですね、もういらないかもしれないですね。ということで、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。